We'll be right back.
皆様こんにちは。西見観光協会十国船ご乗船いただきありがとうございます。これより息子の森とご案内させていただきます。今日も船長は笠原浜屋にご案内します。よろしくお願いいたします。今まで左右だけ覚えておいてください。よろしくお願いします。早速ですが、右側の建物、新京都百景第一号に選ばれました月景館株式会社の酒蔵です。今からおよそ116年前に作られた蔵ですね。なので景観を蔵記念館として2年利用されてますね。短い船旅ですけどよろしくお願いいたします。十国船に乗船いたします。向かいの船に船旅ご乗船いただき、資料館宿御殿役のあると、およそ15分後に到着いたします。迎えの船に船旅ご乗船いただき、元の月景館大平記念館村の十国船乗船場まで皆様をご案内してまいります。しばらくの間ではございますが、歴史が変わる高山の町、水の町、京都伏見の十国船に乗船いたします。
まもなく左奥をご覧ください。ちょうど正面に坂本龍馬とお龍さんのフロントがそこ立ってますね。龍馬が坂本龍馬やったのに、こちらが九州を大会やったり、日本で大会を進行でございますね。ここ、寺田浜はね、30国名の乗船場になってます。11月また、この船より行っても、よく船にね、走るんで、よかったら立ってください。あるいは、ここからは、桂のトンネルです。大小合わせておよそ3600隻もの船が出入りしたと記録が残されています。南浜、西浜、北浜といった船着き場があり、現在は町名となって港町の名残を広げています。薬膳の演目にある三十石などで知られる淀川三十石船は、船が三十石、今でいう沖縄の小さく、旅人や船、船などを乗せて発行した船です。杉の倉良院は高瀬川運河を開いた人物で、右より流れてきておりますが、琵琶湖疎水の本流になります。明治23年に人の手で作られた人工の川ですね。疎水、宮城の大津や土井湖線に流れてきております。大津から山品、出会いを抜けて友の水を南下してますね。琵琶湖まで約22キロあります。正面の柵の一番奥に流れている川が高瀬川になります。京都、山、いいよ、窓前より小瀬山に流れてきております。昔はね、川幅が8メーターほどだったんですけど、高瀬の最初は2.5メーター、これ一番分水路ね。京都、市力、山町の高瀬川、ここまで来ます。約11キロあります、窓前になってね。ここから伏見城の外堀になりますね。豪華っていう名前に変わりますね。伏見、この伏見の名が広く全国に知られるようになったのは、桃山時代に最古松平筑前や羽柴長吉など当時の大名の名前が町名として残っており、城下町の名残をとどめております。この肥後橋の辺りには有力大名加藤清正の下屋敷がありました。今船は水面をゆっくり滑るように伏見城の外堀大川を下っております。秀吉は伏見城築城後間もなくの慶長3年8月18日62歳でその生涯を終えました。やがて徳川家康へと政権の座は移りましたが、家康もまた伏見城において天下を治め、日本で最初の銀座を置いたのも北条の辺り一帯が伏見港公園と呼ばれております。昔は今の3倍から4倍で広さがあったとも言われております。以前は市議港として栄えた港町です。まあ、ここ川で港っていうのは日本でここだけですね。伏見だけですね。ここの港は昭和37年まで使われてましたね。港として、正面の橋、港橋になりますね。この橋の奥にある水門の裏に京都の宇治川が流れています。川下で木津川、桂川、宇治川、安全の合流し、淀川となって大阪湾まで流れていきます。大阪まで約40キロありますね。ここから鴨川沿いに南下した後、伏見城の外堀とされこの大川に流れ込み、やがて宇治川へと注いでいます。でここまでね、時間ありますので、ゆっくりご覧になると思います。お帰りのお値段ありますので、お分かりになりようにしてくださいね。で、右左を動いておきますよ。帰りも右の下に乗ってください。やりなさい、やりなさい。当時最先端の日本の中で中継練習に乗り、会場へと足を運びました。
します。